シェイク空港に着きました。そしてなんと PCR テストをパスしましたね。入国した人に対して一人一人あの陰性証明を求めていたんですけど、まあ時間も時間なのか人が多いっていうのもあるのか、結構ざっくり見て通す感じでしたね。それによって私結構ちっちゃなところでパッてもらった陰性証明パスできましたね。行けました。あとは入国の審査を終えて入国するだけです。あとはアライバルビザですね。アライバルビザを来ました。今日のホテルはナーマブルーホテルということで、ちょっと見てみましょうか。こんな感じですね。いや長かった、何気に。やっぱ昨日深夜について、いや、あの空港でね、あの夜を明かしたのが結構きつかったですね。いやしかしね、ついに着きましたね、シャルムエルシェイク。優雅な休暇を過ごしたいと思います。服もね着替えましょう。いや本当に何が嬉しいって、チェックインは2時なんですけど、まだね朝の何時だ、今8時ぐらいだと思うんですけどね、アーリーチェックインを普通に受け入れてくれましたね。いや嬉しいわこれ。ちょっとね遊ぶにもちょっと休んで、遊ぶにも体力必要ですからね。いやここね、ナーマブルーホテルはプールだけではなくてですね、プライベートビーチもあるということで、レッドシーで泳ぎたいと思います。
やばい、いいわ、これぞ休暇だわ。こんな素敵な場所があったんですね。これはすごいや。あー、もう日を浴びるだけで気力が充実していく、リフレッシュしていく、失われた感覚がなんか戻ってくるね。あー、このね、宿を決めたポイントの一つがこれですよ。これね、これ気に入ったんですよね。あー、やばいわ。ちょっとちょっとちょっと、一人ハネムーンだわこれ。シャルメールシェイクの一泊目はナーマブルーホテルに決めました。いや、最初ね、アーリーチェックインだったこともあって、急遽部屋をこしらえてもらったっていうこともあったんですけど、最初に見た部屋がね、ちょっといまいちだったんですよね。まあ、それで、ちょっと大丈夫かなって。まあ、でも、それ、もう2、3000円ぐらいの安い宿なんで、値段相応というか、あんまり贅沢を言っちゃいけないなと思ったりしてたんですけど、まあ、部屋 Wi-Fi も入んないんですよね。パブリックスペースしか Wi-Fi 使えないので、まあそういったところが結構ネックになっちゃうなって思う人もいると思うんですけど、このプールスペースは、やばい。このプールスペースだけでも払う価値あるなって。1日ここを使えるよっていう、ので2000円取られても全然いい。それぐらい気に入っちゃってる。楽園見つけたわ。今日の一言、楽園見つけたわ。シャルムエルシェイクね、来てよかった。来るべきだった。ここは来なければいけない場所だった。そういうとこです。あー、人がいないのでね、当然マスクはしていません。ここは楽園か。いやー、コロナ忘れるわ。まあ、ただ唯一ここの弱点があるとすると Wi-Fi 環境ですね。まあ、これだけ素敵な場所であっても、Wi-Fi が使えない。だから空港で SIM 買っといて本当に正解でしたね。シャルムエルシェイクに来る方は、まあ、やっぱり Wi-Fi 環境、いいホテルであればもちろんあると思うんですけども、まあそこそこのホテルだとパブリックスペースしか使えないってこと結構あると思うんで、 SIM 買うのをおすすめかなと思いますね。1000円払えば十分に1ヶ月使える分ぐらいの容量はあると思うんで、はい。でもね、SNS から離れてもいいんじゃないかな。 SNS からね、 Wi-Fi 環境悪い？いや、いいんじゃないですかね。日を浴びて、まあ私もね、長らく海に入ってなかったんでね、まずはプールで慣らしてから、魚ちゃんたちとサンゴ礁が待っているレッドシーを泳いでいきたいと思います。2019年赤羽で溺れかけたな。今回はね、気をつけて楽しみたいと思います。